美味しい。爽やかだね、うん、プリップリ。やっぱオリーブオイルもやっぱラビダ効いてますね。こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、パスタ選手権18皿目。はい、もう残り3皿となりました。3皿ですか？18、19、20であと残り3皿ですね。寂しいですね。もう終わっちゃうね。終わっちゃうね。楽しいな。やっぱパスタってやっぱいいっすよね。ずっと食べてても飽きないね。ほんとね、うん、でも俺たち週に1回だからね。そうでした。毎日食べてるわけじゃないです。実はね。まあでも時々食べる分にはパスタやっぱ手軽でいいですよね。いいよね。ね。ほんとね。だからやっぱりランチディナーでね、さっと作れるのを今回ご紹介してますから、はい、ね、ぜひ皆さんね、はい、ぜひ作っていただいて、美味しかったら投稿していただくという、はい、お願いします。開催しております、はい。よろしくお願いします、はい。ということで今日のパスタは、今日はフルーツトマトとモッツァレラの冷製フェデリーニでございます。いやー、夏は冷製一品ぐらいないとね。冷製そろそろ食べたくなりますね。ね、やっぱ蒸し暑い、もう真夏日になる日もちょっとちらほらありますね。はい、で冷製は特に簡単。ですよね。すぐできる。いや最高っすね。すぐできるけど美味しい。なんかもう思いついた時に材料も揃うと、うんうんうん、ね、難しいもあんまないです。はい、ね、これもぜひやっていただきたいし、みんな多分ハマるんじゃないかなと思います、ね。はい、はい、今日のポイントは？はい、今日はパスタをプリッと仕上げてね、で冷水でキュッと締めて、なるほど。もううまいパスタを、冷水で仕上げますね。いつもと違う感じってことですか？そうですね。いつも違う、ね。これまでやった冷水とちょっと違う方法で、ご提供したいと思います、ね。なるほど、楽しみです。はい、では食材は？はい、食材は、こちらフルーツトマトをご用意してます。もちろんね、フルーツトマトじゃないトマトでもいいと思います、うん。そして、レモン、モッツァレラチーズ、バジル、そしてニンニク、フェデリーニを今日ご用意してますが、カペリーニでもいいですね、うん。あとは場合によってはそうめん、冷麦でも大丈夫です ね。それはそれでいいですね。はい、それでいいと思います、はい、はい。そしてお塩とオリーブオイルです。それでは、まずトマトをねカットしていきます。具材ですね、うん、はい、もうキンキンにね冷やしてあるトマトですね。いいっすね。はい、いいっすね。夏っぽいで、しっかりね水気はもう拭いてあげましょうね。ここはね、はい、やっぱりあの水が入るともうすべてソースがシャバシャバしちゃいますからね。パスタを入れる時もそうですけど、具材の水分もしっかり取ってあげてください。くし切りにしますね、はい。1人前で3つ使います。たっぷり1人前3つ使うの？はい、3つ使います。贅沢だな。贅沢な、もうたっぷり使う贅沢なフルーツトマトとモッツァレラの冷製フェデリーニしたいと思いますね。すごい、はい、いいですね。ちょっと大きめにゴロッと切ったすごい、ね、はい、フルーツトマトです。最初にトマトにお塩してください。トマトから水分出してあげましょう。これが美味しいソースになりますから、ラビダを一つまみします、ね。でこれでしっかりねちょっと混ぜておきますね。でちょっと置いとくと多分ねトマトから水分出てきます。なるほど、はい、これがジュワーってジュースがソースになると、うん、ね、はい、ちょっと置いときましょう。レモンは、普通のレモンでもいいですし、ポッカレモンね、レモン果汁でも大丈夫なんで、小さじ1杯程度ね酸味をちょっと加えると、はい、はいはい、ね。でバジルも、しっかり水分拭き取っておきますね、はい。さあいいでしょう。ニンニクね、ニンニク本当にこれも軽くです。ちょっとこのソースに加えたいと思います。はい、はい、まあ、こういう時ね、だからあのチューブのすりおろしお家にあると便利だよね。ひとすりおろしです。さっさでこんなもんかな。もう軽くです。はい、チューブがいいね。ね、もう本当先端ちょろっと入れるぐらい。さあいいですかね。今5分ぐらい置きまして、ちょっと汗かいてきて水も出てます、うん。ここにオリーブオイル入ります。でラビダ使いますよ。はい、大さじ1です。あのスパイシーなんですけど、そこまで尖ってないです。だからトマトのね青い感じとぴったり合うと思いますね。シチリアのラビダのオリーブオイルになりますね。我々お勧めしております。はい、はい、そして、バジルを今日5、6枚使いますけど、半分ぐらいはこのトマトのねこのソースの中に入れちゃいましょう。うん、なるほど。あとは最後ね仕上げに使います。はい、はい、ちぎって入れてください。で、ここでレモン汁ですね、うん、ちょっと足してあげましょうね。酸味を少し加えます。混ぜましょう。しっかりねトマトから出た水分と、要はドレッシングだよねこれね。酸味が入ってオリーブオイルでお塩でもうドレッシングができてますね。さあいいですね。これで、はい、もういわゆるソースは完成ですね、うん。これは、ソースもしっかり、冷やしたいので、うん、冷蔵庫入れましょう、ね、はいはい。パスタが茹で上がって、締めるまで冷蔵庫入れたいと思いますね、はい。フェデリーニを茹でていきましょうね、はい。今日のポイントですね、うん、フェデリーニをプリップリに茹でる方法、パスタを塩分濃度 2.5% で茹でます。茹でるんじゃねえか。あ、久々にたけしさんバカ野郎って言わないけど、はい、そう違う。茹でるんじゃねえかバカ野郎って、そこバカ野郎はつかねえだろ。確かに確かに
ゆで論ね。まさにゆで論です。ここはせっかくだから奥田さんの教えを拝借してですね。確かに、はい、どうせ洗いますから。確かに、どうせすすいで、ね、塩は落としますから、うん、プリプリの状態でゆでて、うん、で、まあ、適度な塩味もつきますし。確かに、はい、それを冷水で締めると。今日ディチェコのフェデリーですけど、ゆで時間6分です、はい、ね、場合によってはちょっと多めにゆでていいので6分半ぐらいゆでてこの中で締めましょう、うん、ね、ではパスタを茹でていきます。 2.5% 結構強めのね、塩味の、はい、 OK です。はい、じゃあ、ね、じゃあちょっと一回食べてみますね。はい、はい、うん、ちょっと硬い、はい、もうちょいです、もうちょい、ね、このアルデンテよりはいってください、こちゃんと、うん、ね、茹ですぎでもいいです。はい、いいですね、はい、賞味8分ぐらいですね。8分ぐらいですね、はい、茹でました、はい、もう結構アルデンテを登録をして、ちょっと柔らかくなってます、うん、はい、このぐらいまで茹でてくださいね。で、ここでもう氷水で瞬間的に冷やします。約6秒、6秒、はい、6秒で洗い流れるの。6秒でしっかり洗い流して、うん、締めると忙しいね、はい、忙しい、だからそれが重要です。はい、ね、入れてドン、はい、ちょっとまだまだ、ちょいこのやり方だから、ちょい待って、どっから6秒、全部移してから6秒にして、それは申し訳ないけど OK、 行きましょう。はい、はい、行きます。1、2、3、4、5、6、はい、もう6秒くらい。なんでだよ。ちょっとさすがにまだ冷えてない。じゃあ6秒で冷やすって無理じゃん。うん、あのやっぱ一回こう切って、ああそうなの、状態だよね多分ね。はい、うん。これで冷えた、完全に。冷えた。はい、はい、完全に冷えました。じゃあ結果冷えるまでやるってほしかった。間違いない、ね。間違いねえよ。結果冷えるまでやるんだな。うん、さあ、はい、じゃあしっかり水切りましょう。はい、切りましょう。はい。はい、冷たい。うん、そして、ここのパスタね、はい、しっかり水切るのがポイントです。さっきねトマトの水気すら残さなかったでしょ、うん、はい、でパスタはやっぱ間に水分入ってるからやっぱ絞る、うん、おお、ほんとだ、ね、かなり絞ってあげないと水ガンガン出てきます、うん、なるほど、ね、これでやったら出てこないんだけど、うん、やっぱこう絞るとめっちゃ出てくるんだよね。なるほど、 OK。 さあキンキンに冷やしたソースですね。あ、いいですね、ちょっとオリーブオイル固まってるぐらい冷えてますね。さあこれを和えましょう。はい、いいですね。さあこれで味を見てくださいね。うん、美味しい、爽やかなソース出来上がってます。いいっすね。はい、もう完成ですね。では盛り付けに入りましょうか。はい、はい、よいしょ。たっぷりの、いいっす、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。どんどん乗せていきますね。これは幸せですね。これはもうたまんないね、トマト好きには。本当だね、うん、めちゃくちゃあるじゃん。さあ取っておいたバジル、さあそして最後ね、モッツァレラ、これはもう手でちぎってちょっと乗せていきます。だからもうカプレーゼですよねこれね、うん、もはやカプレーゼパスタ。最後に決めちゃいますか。いや、これはもう絶対もうたっぷり決めて、大量に決めますよ。いいっすか。大量に決めて、決めてください。涙を香ろう。いやー、す、はい、ではちょっとブラックペッパー振って終わりですね、はい、完成です。特にね、モッツァレラ、はい、食べましょう。完成です。はい、ではいただきます。はい、どうぞ召し上がってください。うん、おいしい。あ、いいですね、久しぶりに食べたらやっぱおいしい。うん、爽やかだね、うん、プリプリ、うん、トマトが美味しいのは別に青ちゃんのおかげじゃないけど、トマト美味しい。トマト美味しい。うん、トマト美味しい、うん、トマトは美味しいね。これ確かにフルーツトマトを選んだのは、うん、正解ですね。青ちゃんだね。正解です。もうやっぱこれフルーツトマトでちょっと、いや美味しい、甘い感じでいってほしいのよ、うん、甘酸っぱい感じで。パスタいいね。いいよ、プリプリ、プリプリだよね、やっぱ。確かに、いやこれは美味しいな、うん、全然しょっぱくない。さらにそう、塩気はちゃんとやっぱ落ちてるしね、うん、落ちてる、まあいい塩梅で塩気がついてるね、うん、やっぱオリーブオイルもやっぱラビダ効いてますね。美味しいね。いやー、いいか、終盤に変わって美味しいのがなんか冷静がね、いよいよ冷静が来ましたよ。もう皆さんこれ やりたいと思ってたと思うんですよ。やりたいですね。
もうね、勝手に冷製始めてる人多いし ね。でもいいんです、いいんです、何でもいいですね、過去の何でも受け付けてるんで大丈夫です、はい、もう選手権ですからね、はい、概要を説明しますね、はい、美味しいと思ったねパスタを、ぜひ SNS で投稿してください。インスタグラムやツイッターです、ハッシュタグアオズトラットリア、ハッシュタグアオズパスタ選手権というふうに、入れていただくと我々も見つけやすくなってます ね。 ね、投票いただいた皆さんの中から抽選で5名様ね、ラビダのお塩とオリーブオイルプレゼントさせていただきます。はい、ね、ぜひ投稿お待ちしております。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価ボタン、そして美味しかったよとかこれ作ったよみたいなコメントもぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いします。